長崎市役所は日本の地方公共団体である長崎市の執行機関事務を行う施設。主に本館と別館の2つの建物からなっており、道路を挟んで立っている両方の建物の間は歩道橋と地下道で連絡されている。市長室をはじめとした主な部署が本館に長崎市保健所や水道局等が分館に入っているが、建物が古く狭いため一部の部署は 市内の別の建物に分散している。市長崎県長崎市桜町2番22号施設。外洋鉄筋コンクリート造り。東屋1階。地上5階。地下1階建て。フロア総合案内。実地振興課。地域コミュニティ推進室。安全安心課。市民課。原爆被爆対策部。追悼室。18銀行。新和銀行。一長崎市桜町6番3号施設。 概要鉄筋コンクリート作り、地上4階、地下2階建て。フロア福祉事務所、保健所1長崎市桜町4番1号フロア1、長崎市魚の町5番1号フロア1長崎市、桜町1番7号フロア1長崎市金谷町9番3号フロア、1長崎市大国町3番1号6階フロア1、長崎市桜町1番12号フロア1、 長崎市地区町3番18号フロア、長崎市役所本館原爆投下直後の延焼にも耐えた庁舎であったが、1958年の火災で2階部分を消失し、解体された全身長崎市役所長崎市は、老朽化した長崎市公会堂を解体し、その後地に長崎市役所新庁舎の建設を計画している。2013年度中に、 新たな市役所の基本計画を策定し、翌2014年度中に設計に着手、2016年度中に着工、早くて2019年度中の完成を目指している。また、市役所新庁舎完成後、現市役所庁舎を解体し、その後地に公会堂に代わる新たな文化施設を建設する方針である中に、完成見込み、最寄りの鉄道駅最寄りのバス停最寄りの道路、 ありがとうございます。